いよいよ始まりましたテオヤンセン展 in 福井。今日はこちらの会場からイベントの様子をご紹介します。それではゴーゴー。先月からサンドーム福井で始まったテオヤンセン展 in 福井&クラフトエキシビション。先日行われた開会式では知事をはじめ文化庁などから挨拶があったほか、テオヤンセンさんからも福井の伝統工芸を称えるスピーチがありました。普通はパラシュートの生地で作られるそうですけども、これは越前和紙、滝秀明さんという方がですね、作られた越前和紙で作られてまして、ストランドビーストというんですけども、本来は砂浜をですね、この風を受けて、生き物のように動き回る、これにですね、福井の越前和紙がコラボしているというのが本当に素晴らしいというふうに思います。テオヤンセンさんは現代のレオナルド・ダ・ヴィンチって言われているぐらい、力学工学の部分とそれから芸術を組み合わせた素晴らしい作品をたくさん作られています。ぜひともご覧いただきたいと思います。またこの国際北陸工芸サミット、ここにはですね、このテオヤンセン展のほかにクラフトエキシビジョン、これも行われています。たくさんの福井のですね、工芸が集まってますので、これもお楽しみいただければというふうに考えてます。テオヤンセンさんの代表作がこちら、ストランドビーストです。皆さんテレビや新聞などでご覧になったこともあるんではないでしょうか。越前和紙とコラボした2体の他にも10メートルを超える大きな作品など全15体が北陸に初登場。生きているように動く姿を見ることができるだけでなく、実際に作品を動かす体験も楽しむことができます。イベントには他にも見どころがたくさん。同時開催のクラフトエキシビジョンでは、越前炭素や越前漆器など県内のさまざまな伝統工芸が県内外の有名アーティストなどとコラボします。漆を用いた工芸品である漆芸を展示する国際漆芸展では、越前和紙に漆で描いた作品の展示や、県内を含む若手の女性漆芸作家が作る漆を使ったアクセサリーの販売も行われています。伝統工芸の技を生かしながら、若手職人のアイデアを生かして新しい作品がどんどん生まれているんですね。このテオヤンセン展 in 福井&クラフトエキシビション、開催は10月27日までです。ぜひお越しください。また福井のものづくりの魅力を伝えるイベントがもう一つ開催されています。明日14日まで鯖江市、越前市、そして越前町では伝統工芸の工房を見学するイベント、リニュー2019が開催されます。リニューでは7つの伝統工芸や繊維、メガネの工房を一斉に開放し、見学やワークショップを通して作り手と触れ合うことができます。福井のものづくりの魅力を満喫できるイベントがたくさん開催されています。ぜひ会場で福井の伝統工芸の魅力を直接感じてみてください。